Lassen die mich spielen oder muss ich wieder bloß zuschauen, wie sie auf den Sack kriegen? 中盤は頼んだぞ。はい。大丈夫ですよ、シュナイダーさん。この程度の相手なら片足で余裕ですって。相手を甘く見てるとろくなことはないぞ。何言ってんですか。俺の実力は俺に負けたシェスターさんならよくわかってるでしょ。何？やめろよ、二人で。もう試合が始まるぜ。喧嘩なら後でやれや。Ja, Mann, Karl, ist der Typ, ein erwachsener Mann im Jungkörper. Jijit so, ich da da genannt es geht ohne. Kikoete du sehr heine. Karl-san, Jigok-Mimi. Prematch 第2戦. Nippon 対 Deutsch の試合が間もなく始まります。前のアメリカ戦で敗北を喫した日本。今日の相手のドイツは強豪ですが。この試合でなんとか浮上のきっかけをつかみたい。もう何もしぶらつくしょう。試合開始のホイッスルです。行くぞドイツ。さあ試合開始早々、ヒューガ君が得意の直線的ドリブルで攻め込んでいく。抜かせるか。どけ。うわ、力任せだな。邪魔だ。ああ、ヒューガ君、ハイネ君を跳ね飛ばしなんてね。何？いや違う、ハイネ君、激突の瞬間に足首でボールを固定しボールを奪っていた。ま、こんなもんですかね。じゃあ行きますよ。さあ今度はドイツのハイネ君が日本陣内に攻め込むぞ。監督、あの選手はコルネリアス・ハイネ。ドイツ東部の都市ドレスデンのジュニアユースチームに所属する選手だ。ドイツ国内のジュニアユース大会の決勝で現像やシュナイダーのいるハンブルクと戦い最後まで苦しめた実力者だ。あの若林君も苦しめただが、その試合でシュナイダーと激突して足首に重傷を負ってしまってね。試合に出られる状態ではないと聞いていたんだ。しかし彼が回復しているとなるとドイツの中盤はますます強固になるな。お前を仕留めるのは俺だ。わしにも代表のプライドがあるたい。君らのレベルじゃ俺からボールは取れないって。右に左にタックルをかわすハイネ君、その軽やかなステップはまさに妖精だ。止めるぞ石崎。おわ、今度は高杉君と石崎君がハイネ君に向かう。シュナイダーさん、しまった。ここでハイネ君のスルーパス、石崎君と高杉君の間を抜けシュナイダー君の足元にピタリだ。ナイスパス、ハイネ。行くぞ。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。決まった。ドイツ、エースストライカーシュナイダー君のシュートで早くも先制。あまりに鋭いシュートに、あの若島津君が一歩も動けませんでした。今のシュート、まるでヒューガ君のタイガーショットだ。俺は自分を鍛えるためキャプテンにタイガーショットを何本も打ってもらった。今のシュートはタイガーショットの威力に加えてさらに手元でボールが伸びた。認めたくはないが、あのシュートキャプテンのタイガーショットよりも上だ。Nachspielzeit der ersten Halbzeit. さあ、前半も残り時間はあとわずか。ここまでドイツはハイネ君のアシストでシュナイダー君が2点、マーガス君が1点を挙げ3対0と日本をリード。一方日本は澤田君、松山君が奮闘するもハイネ君、シェスター君、カルツ君に中盤を抑えられチャンスが作れません。なんとかヒューガさんにパスを送って
前半のうちに1点返さなきゃ。危ない、たけし。え、もらった。しまった。あっと沢田君、一瞬の隙を突かれチェスター君にボールを奪われた。カルツ、ハイネ、シュナイダーさん。ドイツの中盤、ここに来て素早いパス回し。アディショナルタイムに入っても全く手を緩めない。そしてシュナイダー君にボールが渡ったぞ。決める。シュナイダー君、またもペナルティーエリア外からのロングシュートだ。今度こそ絶対に止める。うわ、あーっと、若島津君、シュナイダー君のシュートに反応しましたが、その手を弾いてボールがゴールに入ってしまった。ここで前半終了のホイッスル。シュナイダー君、なんと前半でハットトリック達成。シェスター、いい守備だったな。慣れないボランチであれだけできるんだからさすがだ。任されたポジションだ。どんな役割でもこなしてみせるさ。それにしてもドイツ中の才能が集まったすごいチームだよな。ねえ、わしのじいさんも言ってたぜ。わしの若い頃じゃありえないチームだってな。それドイツスプロファーだ。弱点といえばゴールキーパーだけか。おいおい、でかい声で言うことかよ。ところでシュナイダー、さっきのファイアーショットだけどよ、前より威力が上がってないか。気づいたか。そりゃそうよ、ちっちゃい頃からお前さんのシュートは何千本と見てるんだぜ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイアーショットもパワーアップが必要だからな。皆さん、お疲れ様。おう、ハイネ、お疲れ。シュナイダーさん、どうです俺のパス。いあ、まあ俺がシュートしても良かったんですけどね。シュナイダーさんの方がちょっとだけシュートが上手いんで、ほんのちょっとだけね。シュナイダーさんのプレースタイル、シュナイダーさんのお父さんに似てますよね。父さん、シュナイダーさんのお父さん、ハンブルクのスター選手だったじゃないですか。だからスペースへの出方とかパスの受け方とかシュートのタイミングとかもそっくりだなって思って。確かに似てるかもしれない。俺は父さんからサッカーを教わったからな。やっぱりですよね。俺合宿でそのことに気づいたんですよ。だからシュナイダーさんのお父さんのプレーを動画で見返してパスを出す時の参考にしたんですよ。そういうのに気づけて、しかも活かせるんですよね俺って。その観察眼は見習わないとな。そういえばお父さんどうしてるんですか。確か前にハンブルクで監督代行でしたっけ。いや、あれ、俺なんかまずいこと言いました。ちょっとな。まあいいや。それじゃ後半は頑張ってください。なんだ、交代するのか。シュナイダーが前半だけってのは試合前から聞いてたけど。これでも俺まだ足が治りきってないんすよ。もう勝ちは決まったようなものだし、プレマッチで無理する必要もありませんよ。監督も後半の出場はお前に任せるって言ってくれたんで、お言葉に甘えようかなって。じゃああとは頼みますよ先輩たち。調子のいいやつだぜ、まったくよ。強い、強すぎる。あのシュナイダーってやつのシュート、あれは一体何なんですか。ハイネってミッドフィルダーもすごいテクニシャンだ。あのドリブル、パスのセンス、それと戦術が。マル、他にもマーガス、カルツ、シェスタ、あいつらのせいで俺たちは何もできなかった。おい、ドイツベンチを見るたい。ドイツは主力の2人を下げるっていうのか。な
めやがって。くそ、え、つ、翼、負けるな。みんなこんなチームに負けるなよ。勝とう、勝とうぜみんな。翼くん、くそ、あんな遠くからのシュートで手首を痛めるなんて。若島津、後半は交代だ。手首をドクターに見てもらうんだ。そんな、どうして。私も現役時代はゴールキーパーだった。だから君の手首の状態もわかる。ならば治療を受けてまた後半は試合に出ます。試合はまだこれからなんだ。後半こそシュライダーのシュートを止めてみせる。気持ちはわかる。だが沸かします。無理をするな。後半は俺たちに任せろ。キャプテン、わかりました。森崎、準備を。はい。森崎、大丈夫。相手がどんなに強くても俺は逃げたりなんかしない。ボールに、シュートに向かっていくさ。うん。さあ、後半が始まりました。前半で4点をリードしたドイツはシュナイダー君とハイネ君をベンチに下げてきた。そして前半はいいようにやられてしまった日本。早く1点を取ってなんとかいいペースを持ってきたい。あ、ドイツ、シェスター君のシュートが日本ゴールに突き刺さった。後半開始から10分、ドイツはマーガス君とシェスター君のコンビで早くも2点を追加。これでドイツのリードは6点となってしまった。くそ、俺の力が足りないばっかりに。もうダメだ。こんな試合意味ないよ。ちくしょう、あんなに頑張ってきたのに。もう負けだ。翼、お前と精魂尽きるまで戦い抜いたあの全国大会、そのメンバーを中心に作り上げたこの全日本ジュニアユース、しかしその実力はこんなもんだ。本場のサッカー相手にはまるっきり通用しねえ。こうして俺たちは世界の前に惨めにひれ伏すんだ。一矢を報いることもできずに。監督、俺を使ってください。このままでは俺たちのチームはダメになってしまいます。僕からもお願いします。せめて一矢報いなくては選手みんなの心が持ちません。君たちの言う通りかもしれん。しかし翼、無理だけはしないようにするんだ。はい。監督、翼くんが中盤に入るならば松山をディフェンダーに回してみてください。松山を。彼の強い闘志と諦めない粘り強さ、指揮能力は逆境の時の守備陣を率いるのに適していると思います。なるほど、思い切った手だが、確かに彼のプレーはディフェンダー向きでもある。ありがとうございます。それと君もここから試合に出てもらう。いきなりこんなシチュエーションで大変だと思うが、代表の選手として自分に必要なものを感じてきてほしい。俺たちの力で試合の流れを変えるぞ。もちろんそうしなければ叶う相手じゃない。さあ、力の限り行くぞ。Ich hab mich dafür nicht mal spielen, Alter. Ich hab mich jetzt darauf gefreut, gegen Deutschland zu spielen, aber die wollten mich nicht spielen. Nippon, 選手交代です。澤田君に代わって。これはなんと、怪我で出場を見合わせていた翼君がここでピッチに出ます。そしてもう一人、ニューヒーローリーグでの活躍で代表に抜擢された期待の1年生もついに試合に出場です。みんな、
元気を出すんだ翼。確かにドイツは強い。でもやられっぱなしでは絶対に終わらない。1点でも2点でも返して俺たちの意地を見せるぞ。そうだ、点差は関係ない。最後の最後まで全力で食らいついていこうぜ。松山君、監督からの指示があるんだ。俺がディフェンダーに？ああ、わかった。ヒューガ君。翼、俺たちが死力を尽くして戦ったサッカーはこんなものじゃないはずだ。絶対に見返してやろう。日本のエースストライカーはヒューガ君、君なんだ。翼、お前ってやつは。そうだ、俺はこのチームのストライカー。このままじゃ終われねえんだ。ついに代表デビューだな。この時が来るのを楽しみにしてたぜ。残り時間は少ないが、選ばれなかった奴らのためにもこれ以上やられるわけにはいかない。最後まで全力で飛ばすぞ。日本の10番翼大空、確か若林がいつも自分のことのように自慢していた選手が。へえ。でも言われてみればなんか雰囲気のある選手ですね。Oh, er haut vom Mittelfeld drauf, oder? So, ich so! Ihr lasst mich jetzt wirklich spielen, ihr Ärsche, oder? Ihr seid solche Mistkerle. Ich stehe 6-0 hinten, ihr Penner. Was für Mistkerle! Wo ist der Schneider? Da ist der Schneider drin. Oh, ihr Penner, Alter, wie sie mich die scheiß zweite Halbzeit spielen lassen mit einem 6-0 Rückstand. Alter! Ihr Bastarde. Ich meine, ich kann nur verlieren. Okay. Ja gut, die haben es schon extra so gemacht, dass ich es eben nicht mehr rausreißen kann wahrscheinlich. Weil ich habe das Höchste, was ich geschafft habe bisher, war 5-0 gegen eine schwache Mannschaft von diesem Blauen da. Der erste Ding in der New Hero League. Und das auch nur, weil ich zwei Fallrückzieher geschafft habe, weil die echt nicht gut waren. Worauf ich mir dann was eingebildet habe und beim nächsten bloß wieder 1-0 geschafft habe. Ja. Ja. この10番が日本の本当の。この10番、やはり。これは南米サロドリブルだ。サロクイーン。あ、アルタ。すごい。ここは抜かせません。サロとぶつかっていった。サロクイーン。巧みにヒットかわした。カーネワザシのような動き。サロクイーン。ここは勝負を避けた。チャージが決まった。Ah, komm, ey! Der Hyuga braucht zu lang zum Aufladen. Boah. Warum hat er denn jetzt sein Ding eingesetzt? Sein Ausweichen? Alter, wo kam jetzt der? Wie weit kann der rutschen? Der ist schneller als meine Laufzeit. Ja, wow, super. Der hat extra eine Fähigkeit, die wurde es verhindert. Morata!
Ach komm ey. Sliding de Kato. Chester kun, mini pass wo. Yoko wo suri nuketa. Urabe kun, hageshii tackle. Charge ga kimatta. Karada to butsukatte itta. Arata hatte. Feint wa. Shiba kun, tsugitsugi ni kawashite iku. Taiga da. Shit, ihr dreckigen Bastarde. Stein kun, goal wo warasemasen.パントキックで大きく蹴り出した。シェバ君、ここは抜かせません。こいつだ。ウラベ君、タックルも決めた。あ、コムエイ。追い返した。やったぜ。飛び越えた。こいつだ。ヘレバロッカね、マカ。このスライディングが決まった。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。全日本、ここでキャプテンにボ。Das ist jetzt einfach rum, oder was? Er müsste mich jetzt verarschen. Ich will es wiederholen. Ach, das ist doch zum Kotzen, ist doch das, ey. Das Spiel war doch viel zu kurz. Ah. Lass mich das wiederholen jetzt. Verdammter Dreck. Mit diesen scheiß unfairen Fähigkeiten. Du kannst dem Typen nicht mehr ausweichen, weil er einfach immer zu spät hat. Deutsch の若き皇帝 Karl Heinz Schneider. 評判通りのすごい選手だった。それにもう一人、Cornelius Heine. 彼の鮮やかなプレイも。同じミッドフィルダーとして驚きだった。世界一になるには彼らに勝たなければならないのか。今日の試合前半はなすすべがなかったけど、後半翼くんが入り松山がディフェンダーに回るとそれなりに試合の形ができた。やはりこの形が日本にとってはベストだ。だけど翼くんにアクシデントがあれば、今後を考えれば翼くんをフォローできる選手が絶対に必要だ。こんな時に僕が、いや、ハーフしか出られない僕では根本的な解決にはならない。とにかく何か方法を考えないと。シュナイダーのあのシュート、あれがヨーロッパナンバーワンのストライカーのシュートか。キャプテン、沸かします。手首はどうだった？骨にも靭帯にも異常はありませんでした。少し腫れていますが、それが引けば問題ないと。そうか。なあ、若島津。一つ質問がある。はっきり答えてくれ。はい。俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート。はいね。日本の10番、どう見えた？思ったより上手いですね。うちのチームでもそこそこやれるんじゃないですか。まあ、そこそこです。確かに技術は高い。ファイティングスピリッツも素晴らしい。若林が認めるだけのことはある。だが彼の力はもう一度確認しておくか。ああ、そうだ、シュナイダーさん、もう一人途中から入ってきた選手いたじゃないですか。あの23番か。ええ、目立つプレーはなかったですけど、なんとなく気になるんですよね。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス。わ、パスカル、どうだった？ドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となるとやっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのそんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。
大丈夫だって。あらよっと、でやん。あれ、お前も今度の大会に出る選手？はい。じゃ、試合で会った時は楽しもうぜ。じゃな。いいな、僕にもあんなことができたらな。Ich frage mich, wie die auf Chester kommen. Gibt's Chester? Den Nachnamen? Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt's alles als Nachnamen.